マミモメモさやかと申します。私は空の奇跡、ゼロの奇跡、青の奇跡、千の奇跡1と2はクリア済みです。千の奇跡1と2だけ実況プレイ動画を投稿している人です。ではいよいよ千の奇跡3 をやっていきます。よろしくお願いします。ワクワク続きってワクワクです。わーリンくんちょっと大人になってるのかこれはよし、じゃあニューゲームやっていきます。私はのベリージなんていうものが出ている。私はノーマルでやっていこうと思います。はあワクワク、なんか明るい曲が流れてるね。え1206年ラマール州オルディス。ああ、千の奇跡2から1年経ってない。おお、こんな感じなんだ。オルディスの城、あ、樹脳海上要塞、要塞なんだ。へえ、曲がすごい奇跡だ。なんか銃の音してたけど。え、両兵団にやられちゃってるっていうこと？人魚兵器もあるし。わあ。お？助けてくれ！おとなしく投稿するから！文字の標準の仕方が違う。たいもない。左翼 B ブロックを制圧。これより迎撃態勢に移行する。わあ。おっと。これは母国の紙幣、見事伊佐を示しましたね。この方は舞台は整いました。ここからは我らの出番です。寄せては複数、見込みとは違いますが、それなりの使い手たち、最後の試しにかなうかどうか、しかと見極めるとしましょう。敵対かな。リュバリーちゃんいそう。イエスマスター。誰だ。結社最強と謳われし敵機体が有名。かっこいい。リュバリーちゃんだ。不尊なる挑戦者どもに存分に思い知らせてやりますわ。おおおお、この子たちは。なんか今あったね。あの白い神器か。あ、神器。かつてガレリア要塞を消滅させたタイプアルファの後継機ですね。あ、後継機。え、この子は。見たところすぐに動く気配はなさそうですけど。調子こかれる前にガラクタにしてやるまでだろう。灰色の騎士様よりも前にな。おおお。それは僕たち B 班の役割を忘れているんじゃないだろうな。あっちがわざわざ主力を引きつけるんなら好都合だ。切り札だってある。あのすかしたカッコつけ野郎を出し抜けるチャンスだろうが。カッコつけって、まあ一応あの人なりに考えてのことだと思うし、でも確かにいつもいつも自分だけで何とかしようとするのは納得いかないというか。リン君のことかな。ああ、もう思い出したらなんか腹が立ってきたわ。まあ多少は同意です。十分すぎるほどよくやってくれていると思うが。仕方ありませんよ。時に厳しく、時に優しく、さりげない配慮と真摯さにあふれながら、自らの身は顧みない朴念人ぶり。そんなところを見せられてしまったら女子としてキュンとしちゃいますから。どうなの？で、一緒にしないでよ。一番たちが悪い天然たらし野郎ってわけか。なるほど、言い得て妙ですね。散々な言われようだな。自業自得な気もするけど。うん、私も思う。おっと、わわわわわ、また。ド派手じゃねえか。発射間隔が短くなっていますね。多分あちらの戦局も佳境に入ったのではないかと。 A 班ってことかな。
先を急ごう。うん、7組 B 班攻略を再開する。7組なんだ。あ、基本操作だいたい一緒ですか。アサルトアタックって何、アサルトアタックって何。だいたい一緒なんじゃないかなって思うんですけど、セーブメニュー、あ、なんか違う。千の奇跡2から3年経ってるんで、さすがにグラフィックとか変わってますよね。あ、違う。ちょっと音量調節を見たいと思います。少々お待ちください。で、ユーナ、クルート、ミューゼ、アッシュ、アルティナだよね、やっぱりね。だよね、アルティナ7組なの。なんかわからないことだらけですけど、まあいつもいつもわからないことだらけというわけでやっていきますか。あ、なにこれ、これか、さっきのなんか何これって言ってたやつ。フィールドアタックもあるんだ。で、トンファーなのね、この子ね。僕の番だな。私の番ですね。任せろや。よーし。どうしよう、なんか突然別ゲー感。あ、スタートボタンが地図じゃない。地図は？え、地図は？地図がどこかわかんない。地図ないのかこれ。あ、間違えてシェアボタン押してった。地図は上の地図だけなのかな。引き返してる時間はない。はーい、そうですよね。なるほど、ムービー中のセリフだけああいう感じなんか。なになに。そして落ち物は勝手に拾ってくれるようになったんだな。これ使ってみたい。おお、奇襲攻撃。待って。待って。あ、なるほど、そういうこと。そういうことか。やりづら。慣れなのかな。攻撃でいく。 CP ってどこ。あ、112って書いてある。レインラッシュ、総括陣、ソードダンス。へえ、ちょっと待ってね。なんかあの、さ、ついさっきまで2やってて目が慣れてない。これいこうか。うわ、すごいかっこいいね、スモーク剣。いいぜ。クラフト斧なのね、デッドリーサイズ。あ、自分で CP たったに10なの。え、これすごくない。ちょっとごめんね、ほんでゆっくり見ちゃう。あ、そうだ、アナライズは誰がやってくれる。アルティナやってくれるかな。アルティナご覧。交代とかある。道具、バトルスコープある。バトルスコープしよう。あ、でも最後の一匹でいいか。あ、でも奇襲したからいいか。忙しい。すごい、見るところが忙しい。はい、サーベルクーガー、いつものやつですね。崩しとかも相変わらずありますね。フラウト、違う、間違いな。オーダーって何。フリースタイル、何？あ、ん？勝手にやってくれるってこと？あ、ん？多分これ自動っていうこと？40分までよくわかんないや。でもとりあえず自分でいろいろ見たいから。クロスブレイク、デミニブラスト、ブレイブスマッシュ、ロイド系ですね、完全にね。地点がいいな。逃がさない。すげえ。ラッシュ。わかった。お、ブレイク？何ブレイクって。任せろや。え、何ちょっと待って、私の知らない何かが行われているんですけれど。ちょっと待ってください。千の奇跡2からいきなり来た人にはきついですこれ。もらったぜ。ブレイクって書いてある。行きますね。クリティカルだって。あ、え、なんか気づかなかった。道具、バトルスコープを、はい、それそう。で、あとね、私ね、千の奇跡2の回をやってたんですよ。で、3から回がないので高速化できない世界にやってきてしまったっていう感じなんですよね。あ、待って、これ届いてない。お、よし。
行きますね。まあ、もうね、本当になんかデザイン変わるだけでこんな戸惑う。単体魅了って何？魅了って何？あまり見ないでください。バキュー！お、お、あ、魅了になってる。チャンスです。チャンスです。もらっちゃう。強い。さすがはアッシュさん、お見それしました。本気で言ってんのか？腹黒いのかな。へえ、すごい。じゃあちょっと戦闘の音量見たいので、ちょっと待ってね、ごめんね。私の声が大きかったので全体的に下げてみました。で、難易度なんてあるんですね。これ常に変えられるってこと？イースはなんか下げることしかできないみたいな文字見たんですけど、じゃあやっていきますか。こんな感じでもう一回音量バランス見たらごめんね。おっ、ってどうしたらいい？覚悟してもらうぞ。覚悟してもらうぞ。あー、もうやり難しい。あ、これ、あ、これ自分なんだ。レインスマッシュ。おお、そこだ。ラッシュ。頼んだ、ユナ。任せて。おお、めっちゃブレイクしてる。俺の番だな。はい。俺の番だな。全然よくわかんないのにブレイクしている。はい。はいはいはい。よーし。よーし。CP の場所がすごい見づらい。間違えた。ねえ、どうしよう、十字キーをしちゃう。逃がさない。はい、追撃。もらった。私の番ですね。はい。やっほい。ブレイクしたらなんかいいことがあんの？ほら、とっとと行くぞ。ユウマテとか手に入ってるし、いつ？ちょっと待って、アルティナも見てみたいな。ユゼ変えて、てかレベル35か。ペンの奇跡2であんなに。あ、いいね、自動的に取ってくれるの。このプルプルってなんだろう。チャージって書いてあるんだけど、そのピンク色のやつなんだろう。そしてさ、あれ見れないよね、これね、装備が。すごいな、双剣。行きます。うわぁ。あ、やった。今ならいける。はい、はい。あ、違う。十字キー押しちゃう。はい。なんか獅子のマークになってる。 BP アップ。は、なに BP って、これのこと？BP 右上にある。あ、え、あ、これバーストポイントじゃない、ブレイブポイントを使ってなんかするっていうことなんだ。あー、そういうことで、6まであるけどこれ5までしかなくない？そういうことか。はあ、へえ。ちょっと待って、大丈夫かな HP。 もらったぜ。いきます、いきます。クラフトでさ、ブリューナク、あ、あるじゃん、あるじゃん。ブリューナクじゃない。ブリューナク勝者とか言ってたよね、2の時に。ディフェクター、これなんて言うんだっけ。バランクス JQ、 懐かしい。サーチモード、解析完了です。はい、行くわよ。てか S クラフで R1 だったっけ前から。もうなんか全てが分かんなくなってくる。え、 R1 じゃなくなかった？まあいいか。クラフトで ためなくてもいいかな。これやってて、これやってて、いいよね。逃がさない。ファイヤー、今4溜まってて、これで5でしょ。バーストも見たいね。あ、とどめ、とどめ発動した。私の番です。そうです。これは？なるほど。フラガラハ。おお、初めて見る。いいぜ。いいぜ。今なんで？あ、ん？
これは何どういう状態じゃこれブレイクしたっていうこと？もらったぜ僕の番だね。なんか浦島なんだけど。いっそ。はい。もうこれ先に進もう。早く慣れなきゃ。全然慣れてないけど慣れなきゃ。ああ。えい。キュインキュイン。走り方かわいい。あ。これはボスフラグなの？じゃあ休憩してもう一回音量調節見てくるね。あ、音楽が違う。似たような感じだけど。よし、じゃあこんぐらいの音量調節でいきたいと思います。ありますよね何か。わあ、こんな大きい。ねえ、敵対の専用機、最新鋭の機体のようです。へえ。次から次へと見せ物小屋かっつーの。ずいぶん敷居の高い出し物みたいですけれど。トールズ第2特務課7組、これより目標を撃破する。第2特務課。へえ。戦術リンクオン。みんな気合を入れるわよ。オン。気をつけろ。アレンジ？このような感じのなかったっけ？じゃあソードダンス。おお。よし。よし。どうしよう、なんか全然なんかぽやーってやってるんだけど、正常ですか私？俺の番だな。はい、正常だよね、このぼやーってやってしまうのって。上等だ。あ何の力なの。痛い痛い。 HP 見づらいな。よーし、よーし。ちょっとアーツ回復とかある。ティアラル怖いからしとこうかな。アークス駆動、うん、さてと、さてと、ディフェクターです。スレイプニールさんじゃん。スレイプニールさんがちょっと大きくなってる。めっちゃごつくなってる。詳細情報ゲットです。ゲットです。スレイプニール F1 結社の戦略人形兵器、敵機体用に調節された最新鋭の機体で、強固頑固な盾を構えカウンター攻撃を仕掛ける。あー、そうよね。僕の番だな。僕の番だな。おお、ザン崩れた。ファースト速攻で消す。あっ、はい、おお、強い。ティアラルです。ありがとう。うん、行きます。行きます。え、なんかゴリ、何これ、ガリオンフォートなんて初めて聞いたんだけど。カルバリーエッジとか聞いたことないし。クラウト使うか。でも CP70 か。あ、化け与える。へえ。遅延無理なくで下げる。無理なく起動照射。おお、見たことあるその技。もらった。強いな。あ、とどめの一撃きました。僕の番だな。はい、ペインスラッシュ。え、そのさ、ブレイク強すぎん？てか、このこと強すぎん？一気にもう強いんですが。ん？よし、なんとかなったわね。ああ、上出来だろう。なんか、この戦闘後のこの軽快な感じがすごい空の奇跡っぽい。自爆。下がってください。クラウソラス。おお、クーちゃんありがとう。助
どういたしまして。ですが、クーというのは。なんとか一息つけそうでしたけど。そう簡単には問屋が下ろさないってか。我らの気配に気づくとは。来たな。敵対の。豪気に魔球か。豪気に魔球。また会ったわね、七組の子たち。あ、またなんだ。こんなところまで乗り込んでくるとは思わなかったけど。灰色の騎士の加護なくしてこの死地を乗り越えるつもりか。抜かしやがれ。実力差は明白ですが、譲れぬ一戦もあります。うん。わあ、かっこいい。勢いよし。ならば全力で応えるまでだ。主攻到着までの間、せいぜい楽しませてちょうだいね。曲がさっきから、おお、かっこいい。さあ、力を示してもらうぞ。マジか。ひな鳥に耐えられるかしら。それ、いや、僕の番だな。ちょっと待って、その準備はしてないよ。スポートダンスしていいか。スピード上がるもんな。ユーナだっけ。ユーナにはちょっと回復にちょっと回ってもらったりとか、駆動解除、遅延入れようかな。うん、いいじゃん。いただき。いいぜ。うん、あげよう。上手だ。あー、50回復するCP リジェネがつくんだ。はいはいはい。回復はまだ良さそうよね。あ、アナライズさっきの知ったよね。しとこう。こっちから、いや、こっちから。はい、魔球のエンネア、死と第七亜虫、鋼の聖女直属の敵隊の大使補佐のバルキリー。魔球で戦場に活路を開き、前衛を援護する。何ですかそれは。私の番です。待って起動なんちゃらないね。サーチモード起動。駆動解除だ。解析完了です。死と第七柱、鋼の聖女直属の敵機体、大使補佐のバルキリー。巨大なハルバートで戦場をウガ立ちだっけ。敵陣を叩き割る。僕の番だな。めっちゃふわふわしてる。やばい、めっちゃふわふわしてる。そして駆動解除ができなかった件について。あ、これなんかオーダーでなんかある？ないか。ないね。じゃあちょっとでも、これずれ、あ、これずれたよね。はい。そこよ。それ。よし。結構痛い。ティアラルを。アッシュだっけ。さてと。ハルティナは、アーツとかってどうなんかな。HP 吸収か。 HP 吸収良さそう。でも今ちょうどあれが入ってるからやっちゃうのもありだな。あ、回復、そっか、これがあるか。貯めようかな。これどんぐらい近づく。あ、結構近づくね。で、今なんかちょっと思ったのが気のせいか。ほらほら、あのさ、びっくりマーク書いてあるんですよ。あの HP のところに、あそこからなんか変なことしてくるっていうマークなの。あのびっくりマークは何のマークですかね。あ、駆動解除こっちだった。全然足りてないんですけど。はい、追撃。何、ギュって何、ギュッて何。
クラウト、あ、駆動解除ある。もらったぜ。はい、もらったぜ。よし、オッケーオッケーオッケー。我は豪気打ち砕く者、魔眼の神髄見せてあげる。え、待ってください。あ、私のあれか、あれなのね気絶かなんかなってんのね。どうしようね、クリティカル来てるんですよ。どうしよう、下やろっかな、次で回復しよう。この二人で回復して、回復します。愛人ヒール一人？これで、ああ。さあ、派手に踊るとしようや。お年目するにはまだ早いぜ。やる。うわ。うわ。いい夢は見られたかよ。なんか全然聞いてないけど。どうかしら。まさか終わった？あ、終わってない。待って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 。はい。行くわよ。ティアラル。あ、待って、クリティカル来てるけどこれ回復ないもんな。どうしよう。前の2人はアルティナ遠いな。ちょっと待って、どうしよう。もうなんかほんとふわふわしすぎ。一番やばいのは誰？アッシュ。クド。えい。ありがとよ。うん。僕の番だな。あ、ホーリーブレスあるじゃん。アークスクド。ナイスナイス。オッケーオッケーオッケー。首の皮一枚つないだ。立てよ。うえ、そこよ。アクセルアロー。ちょっとさ、あれなんだっけ、あれ使ってみよう。はい、行きます。オーダー使おう。あー、魔法絶対反射回復。ブレイクダメージ、あー、これちょっと使ってみていい？打ちます。ノワールクレスト。あ、3使った。 PP。 あー、え、さらに自分の出番が来る。うん、これって CP も分け与える。回復します。アルジェンシール、ありがとう。うんうん。よーし。よーし。逃がさない。えい。あー、ガードか。ん？ガードってずっと？覚醒が、あの、太陽みたいなマークか。ソードダンス、負担を伴う。あ、負担なんだ、あれ。ちょっと駆動解除残しときたいんだよね。いけないか。どっちか絞った方がいいよね。めっちゃ時間かかるね。ごめんね。ブレイクなった、やった。いいぜ。あ、BP プラス、あ、5って書いてある。オーダーフリースタイル。あー、解除し。オーダー今かい、右上に書いてあるね。絶対反射って書いてある。アーツのこと全然分かってない。今下がってるよね、いろいろ。 CP もあれだし、あげよう。あ、なくなった。私の番です。これ常にさ発動してても問題ないやつなんかな。
これ使ってみよう。打ちのめすぞクレイジーハント行きます、うん、これでスピード下がったのも治り、CP43 しかない。そこです。はい。ちょ、文字で書かれると。僕の番だな。わあ、いろいろ考えなきゃいけないんだね、このゲームね。ちょっと、あ、じゃあ、攻撃。はい。